ち。泣いた。止めに行く内川。これ止められた。これ2枚。内川すごいぞ。リャンソーローソンのシャンポン待ち2枚残ってる。2枚いる。これ2枚います。しかも内川3ヤードランカー打点もそこそこありますね。そう2対4ですよね。枚数的には萩原がもちろん有利ですけれども、テンパイを入れた内川これで分からなくなってきた。そしてパーマン茅森受け入れられます。2対3分からなくなってきたぞ。怖い怖い怖い。ニャンソーローソーの内川、ウーパーマンが始まった。内川があの状況から追いついて追い越した。内川タイヤードラーカ戦2戦。これはなんとタラレバを言ってもしょうがないですけど、あのリーチじゃなかったらチーしなかったかもしれないからね。いやすごい内川。内川さんこれ会心のチー、そして萩原さん痛恨ですね。お互いの手は見えていないのでこの2人そこまでの情報は分かってないですけど、メンタルピンドラさんとは思ってないよね。思ってない、1万2000と思ってないと思いますけれども、これは内川打点以上に価値のある上がりです。何の一曲、ここから後半戦かやもにノーヤ版。だからこの麻雀ってね、いやもうだって萩原一つの選択だから、あんだけの手配もらっても一つの選択で、ね、勝ったと思いましたもの、こっちも、うん、萩原が、いや内川すごい、顔面地位から止めに行った内川。ちょっともう今のはね、でもあれ以上の手がまた来るかもしれないですからね、萩原さんには。ね、まだまだ分かりません、うん、乱入したところ、いい手でしたね。ね、さあ内川がここ。期待の相手。でも上がりきりたいですよ。うん、あれが来たら。現状トップ目はこの親の茅森です。はい、ピンズで一面ツードラはない。むしろドラが欲しいところ。萩原もドラ受けカンちゃんが残っている。そうですね。パーソーかチーマンを打っていく。そう。はい。まあドラが欲しいですよね。はい。ドラにくっついたのは内川です。はい、薬杯吐く仕掛けていくかどうか。はい、これでまた茅森さんトップ目で、茅森さんのいいところは、うん、そのこの状況がいいところが、その3人があの2000点以内に3人入っちゃったんで、ええ、素点は2000点以内なのに順位点が4万点も変わるんで、プラス10の人とマイナス30の人が現れますね。だから内川さんが2000点上がるだけで4万2000の上がりになるんで、もうなんていうのかな、崩壊してるんですよその、はい、見た目とあの結果が見合ってないですね、全くもって。だから押し引きに関わってきちゃうんで。となると茅森は、はい、この状況をもっと突き抜けたらより楽になる、はい、なるし、もうこの状況のままその2着争いしてもらった方がトップ率上がりますね。男性陣3人でちょこちょことやり合っていただけませんか、はい、ということですね、はい、そうです。ただ絶妙な点差、別に男性陣3人ももちろん茅森のトップの座を奪いに行きますよね、このぐらいの点差だと。と思うんですけどね。どうチーム状況的にはパイレーツがやはり黙っちゃいない、うん、そんな感じでしょうか。そうですね、あと桜ナイツがもうプライス域になったんで、プラス30ちょっとですね、うん、今下は見なくていいかな、私だったら見ないですね下は。でもフェニックスが現状7位で、その7位が上がってくるじゃないですか、今度ボーダー上がりますよ、うん、でもフェニックスかパイレーツがトップなら別にいいかな、そういった状況なんですね、はい、私もっとピリピリしてるのかなって勝手に思ってました、状況的には。さあ茅森がこれでイーシャンテンです。初オポンしてもテンパイが取れる形、はい、これは何万ですか。3万。一寸万振り点か。何万って面白いですね。そうなんです、マンズってなんでデザインがイントネーションが肉まんやピザまんみたいだったから、ちょっとだって上がさ、はい、上半身が全部同じなんですもんですね、あの指で隠れると一番わからない。だから、まあ、この3層とかも2層と一瞬見間違えたりしますけれども、あのマンっていります。下あの下半身いります、あれすごい初めて言われましたけど、デザイナーとしてですね、あの数字だけでいいじゃないですか。でもデザイナーとしてはやっぱり下半身欲しいんじゃないですか。いや、あの方程式とかだとは削除できるじゃないですか。まあ、確かにね、あのイコールの左辺と右辺ね、同じとこ消していいですけども、はい、同じことを消した方がいいですよ、はい、じゃあ大井さんが麻雀牌をプロデュースするときにそうしてください、はいはい、あの初心者の方が今たくさん見てるんでね、アベマは、はい、確かにあの部分すごい斬新な問いかけでした。おここは両面受けを離したぞ。そう、あのドラです、ドラ受けを残した、はい、
打点が欲しいっていうことですか。そうしました。6球ピンの方がいいのは分かってるけどそうしました、うん、あとは3アンコも見てるかな萩原さんは。その先の変化も見ています、はい、これでもうパピン切っちゃいましょう。顔面一気に落としていく。老朽ピンはもう一番嫌いにくい両面ですけど、パッと見だって下半にも出てませんよね。9万は2枚出てるんですよ。老朽マンの方が見た目枚数は薄かったですね、はい、これ3枚目だ。チーパーピン選ぶ人多分あんまいないと思いますよ。この選択がねまた奇跡を呼ぶかもしれません。はい、軽やかなポン。私かやもりのポンの声好きなんですよね。かやもりのポンの声好きですか。そう、どうですか、かやもりさん、マニアの大井さん。全体的に好きですね。 ありがとうございます。はい、ポンだけでなくあの、はいはい、うちの白鳥はよくなんかモーターの手つきが好きとかなんか CM で言ってましたね、白鳥が。はい、愛が溢れてましたね、うん、そこも。さあ、かやもり、カンチーマンの天敗です。白鳥が言ってもなんか爽やかで、僕が言うと気持ち悪いって言われてるのはどういうことなんでしょうか。言われてるんですか。ちょっと私はわからないですけれども、言われてますよ、はい、元気出してください。すごく不満です。はい、元気出して、うん、カンチーマンどうでしょうか。山には残り1しかないよ。2枚、1枚ですか。手の中に1しか、ん？2枚じゃん、2枚？そうだね、だから2枚だね、はい、手の中1と川に1で。かやもりの町山に2枚残っています、うん、まあでも降りると思うんですよね、押し返されたら。自身確かに打点もないですし、リーチ来たら降りると思いますよ。朝倉さんね、はい、すっごい身長見てください。したぞ。あ、打点アップした、はい、これすごくないですか。朝倉めちゃくちゃ守備に回ってる。しかしここで老朽マンになった。今運送引き入れでのリーチになりました。老朽マン待ち、うん、内川さんが安牌候補に取っといた。ちょっと待って、9万が逆手に取った老朽マン待ちで上がれたぞ。これ浦さん、これね、あのね、内川、いやこれ弁護したい。弁護士おいさんどうぞ。チーピンパーピン出だしで、はい、あそこで2枚切れてる6球はありえないと思いましたね、多分。ただそこがきっかけになってこの上がりですよ、内川が。いやこれはメンツ制で当たんないですよ。しっかりチーピンパーピン落として見てただけにこの9万が出てしまった。いや当たったことないですよ、あれ。これ内川びっくりの上がりでしたね。いやこれはね、弁護しないと。萩原さんが意図的にそれをしたかどうか一旦置いといて、ね、内川さんが切った理由はそれです。なるほど。そして浦さん、とどめの浦さんでした。萩原が2着目3万点。6球ピンを嫌って6球1になってることってあんまりないんですよ、はい、2枚出てたんでも、ね、驚きましたね。ピーサーなんの2曲ドラはウーピン。朝倉の手に取り次が多いぞ。